おはようございます。今日は岐阜県の平湯温泉というところに来ています。乗鞍岳の麓の町になります。時刻は朝3時過ぎです。超眠たいです。御来光を見るために朝3時半のバスに乗って乗鞍岳の畳平というところまで行きたいと思います。そこから3、40分で富士見岳というところに行けるので、そこから朝日を拝みたいと思います。登山で朝日を見るのは初めてなので、綺麗な朝日が見えることを楽しみにしています。超眠たいです。バスでは寝ようと思います。行ってきます。高山の日バスセンターです。ここからバスに乗ります。ここはお客さんが僕たちともう一つのグループしかいません。多分次のところで乗ってくると思います。ご来光決定。乗鞍行きのバスです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。乗り換え発車します。バスの行きます。お待ちください。御来光登山口でバスを降りて、超寒いです。マークは凍えてます。あと30分で日の出なので、富士見岳に向かって頑張ります。はい、寝起きの体にはきついです。富士見岳山頂です。15分ぐらいで登ってきました。風景見えました。今からあの剣ヶ峰という山頂を目指します。乗鞍岳は北アルプスの最南峰、あの剣ヶ峰は 3000m を超えてます。 2700m までバスで来れるので、300登れば 3000m ってことで、初心者でも 3000m を簡単に超えることができる、いい山になってます。あそこからどんな景色が見えるか楽しみです。
あ、本当？明るいね。朝活ね、もうなんかさっき寒かったけどちょうどいいぐらいになった。朝2時半に起きた時気持ち悪くてどうなるかと思った。寝る直前にワイン飲んだから。あ、トマクさん、すごい、初めて見た。トマクさんかわいい。ね、お花畑だね。剣が峰口です。あそこまで行きます。だいたい40分ぐらいです。剣ヶ峰に到着しました。標高3026m です。あっちに御嶽山が見えます。独立峰です。かっこいいですね。いつか登りたいです。あれ、百名山何座目？あ、25座目。イエーイ、4分の1達成。下りは思ってたよりだいぶ楽です。いろんなのが売ってるね。カレーライス1000円、ちょっと高め。スキーとスノボをしてる人がいます。すごいですね。ハチがホバリングしてる。キャー、やめて。道路が見えます。チャリで登ってる人がいます。乗鞍スカイライン、乗鞍スカイラインか。 2700m までチャリで来れます。すごいね。すごすぎますね。これだ、ご来光を見た富士見岳です。見れなかったけど。
念でしたね。でも綺麗だった。あ、小松さん、はい、小松さん。小松さん、いっぱい車が来て。おお。綺麗ですね。ってブレーキで。また一軒家で畳ダイナまで帰ります。乗り比べスタンド。ここがバスターミナルだね。え？あれが魔王だけみたいな。ああ、そうなんだ。15分。どうする？行く？行って帰って。最後に魔王だけをサクッと登ろうと思います。バスがあと30分後ぐらいなので、急げ。で、着こう。よいしょ。はい。あ、小松さん。あ、ダメ。小松さん。小松さんがすごいよ。あ、すごい。階段じゃん。小松さん。魔王エンチ。なんだエンチって。途中です。きつかった。山頂じゃないか。もしかしてこれ山頂じゃないね。あれかね。はい、頑張ります。途中です。バスターミナルまで急ぎます。朝9時50分で、あと15分後にバスが出発します。さあ、何なんでしょうか。あ、無事降りてきました。降りるのは5分でした。5分しかかからなかったです。ということで、バスターミナルまで戻ってきました。これで乗鞍岳の山行は終わりです。朝日を見に、富士見平に登って、富士見岳に登って、その後、剣ヶ峰まで行きました。思ったよりきつかったです。けど、3000m 級にすごい1時間ぐらいで登れて、景色も良くて、天気も良くて、最高な登山でした。ではこれで終わりです。バイバーイ。バイバーイ。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。